はい、スクフェスです。今回は初めてスクフェスのガチャ実況をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、いやー来ました。いやー実はね、そうスクフェスで結構前からやってて、そうスマホに変えて、すごいハマったアプリ、初めてハマったアプリがスクフェスで、もうね、ほんとずーっとシャンシャンしてたね、時期があったんですけど、うん、ほんとね、あの時はね、スクフェスしかやってなかったですけど、そう、ちょっとね、最近お休みしてたんですけど、またね、遊び始めて、うん、やっぱ面白いなって思います。はい。それで、もう今回は、はい、ね、カナンの UR が来たということで、もうこれはね、もう頑張って、てかいつか来るだろうと思ってね、そう、溜めてたんですよ、私。溜めてたんで、もう準備は万端です。いやー、来たね。じゃあその前に、じゃあ、私の物質紹介。唐突の物質紹介。そうなんですよ。なんかね、ほぼあんま UR 本当全然持ってなくて、このほぼログインボーナスの UR ですね。ただね、このマキちゃんは一番初めに来てくれた UR で、マキちゃん推しでもあるんでね、ミューズで、そう可愛いんで、もうこれはシール覚醒しました。そう、さすがに2枚集められなかった。シール覚醒して、そうですね、あとはうん、こっからかな、ノンタン、そう、ノンタンも好き、うん、ノンタンも好きです。そうですね、こんな感じで、そんなにね、あんまガチャするっていうよりも、イベントで石を割ってたんですよね。そうなんですよ、ミューズの時は。なのでこう見ても分かる通り、こうイベントカードが、報酬、イベント報酬が多いですよね。うん、もう昔ボーダーがさ、すごい、今ちょっと広くなったし、シール覚醒できるようになったからいいんですけど、ほんと昔のイベントね、もうかなり大変だったの覚えてますね、2枚撮り。うん、まあ、こんな感じなんですけれども、いやー、よし、では早速弾いてみたいと思います。いやー、マジで来てほしい。このカナン超可愛いですよね。うん、職業編ですね。うん、可愛い。猫も好きなんで欲しい。いやー、このさ、覚醒後すごいかっこいい。あー、花丸ちゃんね、可愛い。あー、いいっすね。可愛い。そしてSレアが、チカちゃんですね。いやー、あー、猫ね、可愛い。いや、猫好きだから可愛いな。そしてようちゃん、あー、探偵いいですね。可愛い、いいですね。で、最後が、そう、マリーですね。いいですね。私、サンシャインだとね、3年生をしてるんで、ぜひマリーも欲しいと思っております。はい。ということで、この石、ラブカストーンが253個で、55連引けるプラス、この前、ミューズじゃない、アクアのファーストライブの、チケットと、あと、月始めのやつ一つ買ったんで、まあ、合計77連ですかね。うん。来てほしい、マジで来てほしい。いやー、でもこんな弾くの初めてなんで、めっちゃ緊張してますね。それでは早速行ってみたいと思います。はい、ではこのね、勧誘チケットから引きます。はい、お願いします。あのね、ロードは全部、1枚。まさかの1枚。あー、ダイヤさん、あ、ダイヤ様持ってますね。覚醒してた気が、あれしてたかな。お願いお願いお願い。初めは1枚か。そう、ロードはね、全部に入りますね。お願い。はい、ありがとうございます。はい、 S レア1枚ですね。このダイヤ様どうだったっけな、覚醒してたかも。
では22連目はい、頼む頼む、お願い。あ、S レア2枚、 SS レア2枚ある、やった。ちょっとね、あの持ってないやつとか、おー、花丸ちゃん来た、ピックアップ、仕事した、持ってない、おー違う、花丸ちゃん初めの初期の方かな、いいですね。そう、持ってない S レアもたくさんあるからね、ハロウィン編とかね、あの正月のやつとかめっちゃ可愛かったんで、すごい欲しいです。花丸ちゃん、やった、来ました、可愛いですね、書道いいね。と、あとはこっちの初めの、うん、これも超可愛い、図書館にいる、図書室にいる美少女、うん、はい、それではね、あの勧誘チケットの方は終わったんですけれども、ではこっちのラブカスタムの方で聞いてみたいと思います。はい、いけ、33連目頼む、はいはい、 S S レア1枚、いやでもね、昇格あるかもしれないから、昇格あるかもしれないんで頼む、お願いします。はいはい、あ、マリー来た、やった、かわいい、やりました、いいですね、白衣いいですよね、はい、ありがとうございます。ってことでマリーが来てくれました、やった、嬉しい、かわいい、白衣大好きです、はい、いいね、やりました、覚醒させたい。でも今のところ結構ピックアップ仕事してますよね、うん。それでは、44年目行ってみたいと思います。お願いします。お願いします。UR 来てください。あ、S。はい、S レア。おー、ルビーちゃん。あ、これ覚醒かもしれない。もしかして持ってた気がする。お願いします。はい。昇格してもいいよ。うん。お願い。おー、リコちゃん。あ、おー、ヨーちゃん。すげえ。かわいい。やった、昇格しましたね、かわいい探偵、ちょっとあの耳みたいなのがついてるのがかわいい。で、リコちゃん、これね、覚醒してますね、覚醒してた、このルビーちゃんは覚醒してない、よし、覚醒できる、お願い、55連目お願いします。カナン、カナン、カナンの S レアも欲しい、お願い。あ、マリー覚醒、やった、おー、ヨーちゃん覚醒、やる、やった、やった、お願い、カナンの持ってない、やった、持ってない、これ、やった、ピクニックのやつかわいい、え、持ってなかったよね、多分多分あ、もう、え、持ってた、あれ、これ、あ、違う、私あれだ、シール覚醒した、これこれ持ってましたね、ごめんなさい、あの水着のやつか、ヨーちゃんとマリー、ありがとうございます。では残り22連、持ってないカナンの S レア対 SS レアでも、わー、SS レア、はい、ありがとうございます。はい、お、ヨハネ持ってない、かわいい、よしょ、お、チカちゃん、おー、やった、これ持ってない、やった、持ってないエステレアのカナンが来てくれました。さあさあ、ありがとうございます、いいですね、これかわいい、さよなら服、やった、これ持ってないですよ、かわいい、スコアアップだし、やった、ちょっとこれ嬉しいです、持ってないやつはね、嬉しいですね。で、このチカちゃんはね、覚醒だったかな、もしかして、うん、あー、最後お願いします、最後来てください、はい、77連目、お、こ、あ、あれ、あ、あれ、花丸ちゃんって何枚来てたっけあれ3枚目かな、これ、ダイヤ様、お願い、さあ来ないかな、はい昇格してください。はい、ありがとうございました。あ、このダイヤ様持ってなかった。いいですね。
やりました。はい、ということでカナンは無理だった。あー、ちょっと待って、ちょっと一旦タイム。はい、このミューズの月始めのやつあったんで、ちょっとこっちをね、ちょっとあれわれして買ったんで、そうですね、あとちょっとそれに託したいと思います。マジで来てください。あれはあれしたんでね。まずどっちにしようかな、 S レア以上のにしようかな。こっちから、はい、勧誘チケット UR 来い来い、カナン、あれ、あ、やべ、間違えたこっち普通に11連の方引いてた。そっか、こっちそっか、隣だったね、うん、勘違いして、そして S レア名前だった。あ、チカちゃん初めて、やった、かわいい、お願い、まだまだまだいけるでしょ、まだいけるでしょ、いけなかった、いけなかった、あー、チカちゃんかわいい猫ね、はい、くー、いや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 、マジか、いけませんでしたね、はぁ、じゃあちょっとチケット引くか。あ、そっか、ミューズ、あ、そっか、ミューズのやつだからミューズのしか引けないんだよね。じゃあミューズ、はい、 S レア以上確定、お願い、 UR SS レア、おお、お、小鳥ちゃん、この前のじゃん、かわいい、めっちゃかわいいですよね。やった、パジャマパーティー編でしたっけ、やりました。じゃあ、あと補助チケット引く、お願い、UR 来い、来ない、お、まきちゃん、持ってない、まきちゃん、かわいい、やりました。何のやつだろう、わかんないけど、はい、ありがとうございます。まあ、ということでね、まあ、かわいい衣装にはプレゼントがもらえるめっちゃプレゼント来てる、めっちゃプレゼント来てるはい、ということでね、まあ今回はカナンは無理でしたけれども、そうですね、うう、欲しかったけども、まあしょうがない、またね、カナンの UR が来る日までちょっとまたラブカストーン貯めてちょっと待機してようと思います。はい、それでは、まあ残念でしたけど、あ、でもこの UR 覚醒させようかな、うん、そうしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、最後にやっぱりね、ちょっと最後に11連だけして、ちょっとね、もうほんとこれで出なかったら諦めるんで、うん、これで挑戦したいと思う、お願い。その前に整理して補助チケットまたね、勧誘で貯めてきたんで、5枚貯めてきたんで、これで、UR 来てくれないかな、先に。お願い！さあ、来い来い！ S レア、あ！かわいい！エリだ。これあれかな？バレンタインかホワイトデー、どっちかわかんない。かわいい、クマのチョコかな、これ。やりました。やった、かわいい。よし。では。補助チケットも引いたところで、最後に50個、お願い、これで合計あれだよね、99連目、結構引いたな、お願いお願いお願い、頼む、赤赤赤赤赤赤赤あー無情1枚か、かわいい、リコちゃん、なにあれ、バレンタイン、かわいい、さあ昇格しないかな、昇格しないか、お願い、くるっと回って、はいでもかわいい、これ、かわいい、あれかな、バレンタインデーのこの前のか、はい、まあということでカナンチャレンジは失敗に終わりまあ欲しかったんですけれども、じゃあ最後にこのね、覚醒前のカナンをシール覚醒しようかな。
私の心を癒すのにはやっぱりこれを覚醒するしかないと思いまして、ちょっとね整理してきたんで、この SS シール、あ、 S シール25枚で覚醒させる、高くする。はい、あお願い。やったー、かわいい、これめっちゃ好き、やりました。あー、めっちゃかっこいい、かっこよさの中になんかかわいさもあり、このなんか気高い気高いやったー、練習しに行かない？体がなまっちゃってさ。めっちゃ合う、やりました。はい、ちょっと私の心は癒されました、ありがとうございますそれではね、また次のカナユアルまでなぜかストーンを貯めて待ってたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあそれまで、かわいい衣装にも慣れたよ。はい、それまでまた次に、ありがとうございました。